Thank you.
これ今年ですか？並行になったのは今年ですか？私はちょっと南の九州からずっと並行なった学校ずっと回ってきてるんですけど、懐かしい方のためにちょっと撮ってるんですけど、最後は何人ぐらいいらっしゃったんですかね？60人ぐらい。ああ、そうですか。それこれそのまま次別の学校にどこに移られたんですかね？竹田中という竹田中心地ですか？そうそうそう。ああ、なるほどですね。あのバスでな。あ、バスでですか。うん、まだ多いですよね、50人とかだったら。やっぱ少なかったですね。ああ、でなんか人が減ってきてるんですか？急に人が減ったんですか？そうそう、いや、そういうこともないんやけどね、はい、前からまあ合併、竹田とその元々の中心地だから、その竹田あの合併後ね、本当は、はい、あのほら旧市長に1個ずつぐらいあった、はい、あればいいなったけども、はい、ここ九十町ですよね、元々の独立してた中学校が1個もなくなったんですよね。うん、あ、そうなんですね。うん、やっぱ急激に減るようにな。なんかもともとその九十宮古町にもなってた時が、あ、そうそう。宮古バルですか。昭和30年ぐらいだったかな。あのここ白根村地。そうですよね。白根。あります。はい、ここに書いてますね。白根村と九十町と、はい、あの宮古の村やったかな。宮古バルですかね。宮古の村ってあったんですよ。そうですね。はい、宮古のですね。うん、宮古の村ですね。あって、はい、それで30年に、ま、昭和の30年あたりに、あ、そうそうそう、はい、あの九十と白根村が合併した、はい、ちょうど私生まれた頃や。あ、そうなんですね。で、次の年にその宮古のと一緒になった。はい、宮古のも栄えてたんですかね。あ、いや、一緒だ。3つ一緒になって、3つ一緒になって、九十宮古町つけ て,、はい、つけて、で次の年に九十町になったんですね。うん、それはやっぱり宮古のとの兼ね合いが最初はあって、宮古ってつけてたけど、宮古の方がそうそう、うん、やっぱね、地域 の, あの思いがあった、思いがあって、でその宮古の方がもう人口がゴンゴン減ったから、もう九十に。でもないけど、あの時ほら昭和の、はい、大合併ですよ。ああ、特に減ったとか。あ、昭和の、あ、そうなんですね。他のとこもあったでしょ。はい、昭和の大合併。竹田市もね。はい、そうですね。旧竹田市もね、はい、かなり。あ、中の方ですか。そうそう、南とか。かなりあったねかな。で、うん、直入り郡となったんですね。あ、直入り町の、もともとの直入り郡の直入り町、九十町、それから荻町だったんです。ああ、なるほどですね。荻町もあったですもんね。うんうん、ここはもう高原町として知られてるっていう感じですか、九十は。そうやな、農村のその牛を飼われてたり、ね、そう、あ、うん、あの農業が中心、農業と観光やな。あ、やっぱり少し高い場所にあって、あ、そうそうそう、九十のなんか山並みっていうんですか、こちらは。そうそうそう、九十高原。九十高原ですよね、はい、南側ですね。ああ、あれが頂上やな。やっぱり観光、昭和の時は結構観光で皆さん来られたり。そう、一番多い時はね、はい、観光バス。あ、そうですか。今もうそれこそ特にコロナ以降あんまり、もう最近ちょっと増え出したのかな。あ、そうですか、うん、高原町として。それで特にここの九十町はあるんですよ、はい、あの旧九十町が、都のは別なんやけど、はい、あれ肥後藩や。肥後藩、あ、地域が違うってことですか、ね、九十手長ってな、はい、肥後藩ずっとあったんですよ、はい、で、なんでかっていうと、はい、あの細川湖、あ、そこに、あのあれがその向こうにね、お墓、あ、はい、あの街道って言ったら、こんな小さな道、はい、昔の、はい、参勤交代道、はいはいはい、うん、それで、はい、大分の鈴崎っていうところまで、鈴崎、これ道が、あ、歩いてたんですね。有名な通り道だった。その先にほら、はい、あの休憩所の、はい、白根町っていうその集落があるやけど、あ、白根の集落があるんですね、うんうん、中心地。そこで、はい、みんな休憩して、ずっと。あ、まだ旧道は残ってますよ、江戸時代のですね。あ、車じゃ行けんかよ。あ、うん、江戸時代のその雰囲気がそうそうそう残ってるってことですね、うんうんうん。その肥後藩からどこか急にまた違う藩に なるんですか。肥後藩は全部、はい、明治になって廃藩つけちゃったでしょ、はいはい、それから大分県になった。大分県で、うん、竹田市の方も肥後藩は肥後藩、あそこは岡藩、岡藩、うん、ちょっとやっぱり種類が違うんですよね。そうそう、うん、岡藩はなんかあの犬飼いも犬飼ってたからなんか、うん、よくしてその犬の名前つけたっていう、その犬に、うん、そうそう、猟犬に手厚くもてなされたっていうか、うん、あの犬飼い町行ってきたんですけど、あ、じゃあ、はい、あそこも岡藩だろ。そう、はい、岡藩だったですね。昔の名前軍では広かった。あ、なるほど、うん、岡藩と肥後藩の中心は どちらの方にあったんですかね。肥後藩の、肥後の、あ、岡藩、あ、岡藩はあっちですよね、竹田あっちの、うん、で、
そのおっしゃられたそのここだけが違うっていうその日ごはんの、おそれずっと上間村ずっと続いちゃうね。続いて、うん、中心はもちろん熊本の、熊本の、あ熊本のそのギリギリのラインでっていうことですね。熊本県の、うん、名残があるってことで、ね、どういう区切りですね。はい、ということで九十のねいろいろなお話も聞けました。ありがとうございました。そうしましたら、九十中学校ね、この地域懐かしい方ぜひ戻ってきてみていかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。